皆さん、こんにちは。今、僕はどこにいると思いますか？あそこにケーブル八幡宮口と書いてあります。この改札の先にケーブルカーがあります。これがケーブルカーです。では、ケーブルカーに乗ります。ケーブルカーとは、高いところに登るための乗り物です。前の方に行ってみます。少し坂になっていますね。ここが一番前の席です。私以外、誰もお客さんがいません。ラッキーですね。ケーブルカーが頂上に向けて動き出しました。さて皆さん、このアナウンスは何と言ってるかわかりますか？岩清水八幡宮参道ケーブルへようこそ。皆様をケーブル八幡宮参上駅までご案内します。 Thank you for riding the 岩清水八幡宮参道ケーブル line. We'll arrive at ケーブル八幡宮参上 station in several minutes. 参上には1000年以上もの間私たちを見守り続ける岩清水八幡宮であります。アナウンスは聞き取れましたか？結構な高さまで登ってきましたね。頂上まではあっという間です。あっという間とは時間はかからないという意味です。そろそろ頂上に着きそうです。まもなくケーブル八幡宮参上駅に到着します。お忘れ物のないようお気をつけください。岩清水八幡宮参道ケーブルにご乗車いただきありがとうございました。なお、係員が扉を開けるまでしばらくお待ちください。ご乗車ありがとうございました。まもなく到着いたします。お出口は進行方向向かって左側の赤い扉になります。ケーブルカーが到着しました。ここがケーブル八幡宮参上駅ですね。今から男山展望台というところへ向かいます。まずは地図を見てみましょう。岩清水八幡宮案内絵図と書いてあります。多分この上が展望台みたいです。では、男山展望台へ向かいましょう。かなり急な階段ですね。階段にひびが入っていて危ないですね。後から気づいたのですが、この階段は危険なため迂回してくださいと書いてありました。
皆さんはこの階段を使わないようにしてくださいね。これは何でしょうか？何かの作品ですね。多分恐竜ですかね。竹でできた恐竜です。さて、男山展望台に着きました。では、展望台からの景色をどうぞご覧ください。どうですか？この景色。今日は天気も良くて、京都の街がよく見えますね。京都の観光スポットは大体見渡せます。これは案内板です。ここから見える京都の観光地が書いてあります。もう少し景色を見てみましょう。男山展望台は京都の南にあります。八幡市という町です。これは展示です。展示とは、目の見えない人のための文字です。指で文字を読みます。風が気持ちよくリラックスできる場所です。ぜひ皆さんも来てみてくださいね。今日の動画はここでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。